皆さんごきげんよう、小島です。今日は2024年9月7日8日、東京の竹芝ポートホールで開催される第1回日本インハウスアライナー矯正歯科研究会の日本のスピーカーの先生のご紹介、工藤元夢先生のお話をさせていただきます。まず工藤元夢先生はですね、歯周病学会ペリオの専門医の先生です。ペリオの専門医の先生の工藤先生がですね、ペリオの歯周治療をする前に非常に重要なのが基礎治療、基本治療の中で歯の位置、つまり矯正治療を併用することなんですね。ペリオ歯周病専門医の先生方が基本治療の時に行うのはマルチブラケットによる、まず歯の歯列のもしくは配置の改善を行います。ただその時に問題があります。何かというと、歯周治療を必要とされる患者様の口腔清掃状態の悪化なんですよね。マルチブラケットをつけるということは歯ブラシ清掃性が難しくなります。そこで工藤元夢先生は多くの先生方よりかも早く、いち早くアライナー矯正治療をペリオ歯周治療の基本治療に導入されました。外注型のアライナーを使って基本治療のアプローチをされていたんですが、今回のこの表題にもありますインハウスアライナー、さらに形状記憶のアライナーを使うことによってペリオオルソ、つまり矯正と歯周治療のこの治療の内容のですね、ゲームチェンジ、つまり新しいアプローチというのを先生の中で確立されて、それを今回第1回日本インハウスアライナー矯正歯科研究会の方でもご講演いただきます。で、工藤元夢先生はですね、とてももう研究熱心というかね、お名前の通り求められる先生で、ペリオのアプローチに対する探求もすごく深いです。僕もすごく尊敬している先生で、その先生がですね、なんと形状記憶のアライナー矯正装置をペリオの歯周治療の基本治療で今使われているアプローチ、最新のアプローチを第1回日本インハウスアライナー矯正歯科研究会でご講演いただきます。で、工藤先生はですね、日本だけではなく海外でのご講演も多くされている先生で、そのグローバルスタンダードな観点からですね、歯周治療を行う前にどういうふうに歯の移動を行う必要があるのか、さらにそれを外注型ではなくて小回りの効く、さらにシェイプメモリーですから多分アタッチメントなんかもつかなくなってくるような新しいニューアプローチ、ゲームチェンジする内容がたくさんふんだんに振り込まれていると思います。なのでぜひね、ペリオの治療される歯周治療される先生も、あと一般歯科の先生でペリオの患者様における歯列をきれいに正しくしてから補鉄治療だったりとかインプラント補鉄治療する先生の時に工藤先生のアプローチが大変役に立つ一つの新しいアプローチだと考えております。ぜひ先生方と一緒にですね、ペリオオルソの新しいゲームチェンジ、シェイプメモリーアライナーがもたらすペリオの基本治療のところについてぜひ一緒に勉強していきましょう。2024年9月7日8日、東京竹芝ポートホールで開催される第1回日本インハウスアライナー矯正歯科研究会でぜひお会いしましょう。最後までご覧いただきありがとうございました。それでは皆さん、ごきげんよう。またねー。